一生に一度。女性なら誰もが夢見る素敵な瞬間を、まだ美容界に入って間もない1年生たちが心を込めて作り上げました。どうぞご覧ください。
お仕事中ありがとうございます。頑張ってくださいね、花火さんね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。第3部のオープニングはブライダルショー和装、そしてカラードレス、純白のウェディングドレスとご覧いただきましたが、綺麗ですよね、憧れちゃいますね。今日は皆さん自分で作り上げてモデルとしても登場しましたが、いつか本番を迎える時が来ますからね。そしてこれからも卒業して結婚業界に入るという生徒もいると思いますけれども、ぜひ素敵な花嫁さん、花婿さんを作り上げる美容師さんになっていただきたいと思います。さあそして続いてはこの鶴美容専門学校のガールズ&ボーイズコレクションをご覧いただきたいと思います。もちろんですね、毎年大好評をいただいておりますボーイズがガールズになるというのがいいでしょ、ボーイズがガールズになるというコーナーももちろんあります。これ毎年変身プリがすごいんです。ぜひ皆さん期待してみてください。それについてちょっとこの方にね、やっぱり伺わないといけないと思いますので、お呼びいたしましょう。メイクアップアーティスト平沢隆さん、お願いします。
はいはい、どうも。はい、どうも、岡田さん。2度目まして。はい、2度目まして。先ほどからもさらにお客様が増えています。増えましたね。ね、増えました。改めてご紹介します。今日のスペシャルゲストは平沢隆さんです。よろしくお願いいたします。美しいでしょ？素敵でしょ？はい。隆さん、この後ですね、はい、今流行りのガールズコレクションじゃないんですけれども、この中部美容専門学校のガールズ&ボーイズコレクションなんですけれども、